こんにちは、怪力です。ほう、ミッションで引いたパックでサラーサが当たる。一番使われてないであろうレジェンドカード。なぜかそういうのが当たるんだ。ヒュンフにしてくれよん。でも当たったからには使うしかないじゃない。もともと1枚持ってたし、2枚あれば十分デッキを作れる。今回軸になるのは自然軸。PP ブーストをするなら自然の方がしやすいって思ってるからね。バフドラも考えたんだけどそれはまた今度だね。フォロワーは進化前と進化後。その2種類の絵柄があるから2回まで使えるルールを設けている。だからスペルはレジェンドだと困る場合がある。逆に言えば重視の機械は9回サムネに使える神カード。から見ても8回くらい使えるのかな？トークン付きのレジェンドカードはお得だよね。プレミアカードにするのもお得だし、最高だよ。ちなみにバフドラにしなかった理由も一応あって、最初から手元に置いておきたい奥義カードと、バフをするカードの相性がいまいちかなって思ってね。結論そんなことはなかった。別に進化ターンまでに引けばいいのだから。ミスカの友人みたいに早期進化カードも少ないし、なんならバフの方が進化ターンが早いまである。難しいところだね。安定性とかを考えると自然だとは思うけど、果たしてどっちが正解なのか、私にはわかりません。サラーサの効果もわかってません。全体バーンがあるなんて初めて知りました。4コスだからローエンとセットで3点バーンになるからお得だね。9コスならロイも同じことできるけどそんなことは知らない。絶対に知らない。こういう時のブースト加減を見るとやっぱり自然だよな。そう思いませんか？バフみたいに先に引いて切れるカードも少ないし、ストレスフリーだね。バーンドラゴンが一定数いるのも頷けるよ。安定性あるもんね。グラマスを目指すなら一番いいデッキに見えてきた。でも今回はグラマスになれる気がしない。なぜかわからないけど MP が増えないんだ。不思議だね。強いデッキを考えては投稿してるはずなのに、2000くらい持ってもなぜか0になっている。これってトリビアになりませんか？もしくは七不思議になりませんか？私はなると思いません。自問自答で解決していくスタイル。最強だね。ここで自問自答で解決できない質問をしていく。自然ドラゴンにイグニスドラゴンは必要か否か。あったら強いけどなくても PP 増えてるし、なんだかいらない気もしてる。でもママに吸収した時に自動進化もできるし、必要な気もしてる。終盤の多面展開にも対応できるし、やっぱり必要なのかな。3枚じゃなくて2枚とかにしてみようかな。ネタカードを入れる枠をどうしても確保しないといけない悩みだね。じゃあ結局普通のデッキなら3枚安定なのかもしれない。結局自問自答で解決していく。そういえば優勝デッキとか公開されてるんだっけ？あれを参考にしてみようかな。いつかあそこに私のデッキが乗る日が来るのかどうか。今回は古書バンクで挑戦したけど無理だったんだよね。もし優勝した場合、狂乱バンクと書かれるのか、古書バンクと書かれるのか、そういう検証をしたかった。来季は頑張る。アンリミグランプリは知らない。もはや対戦せずにリタイアしてる。5000って長いんじゃ。そろそろ別のルール来ないかな。はい、サラーサ無敵。死なないんだよなぁ。なんで死なないか知ってる？私は知らないよ。火ダメをマイナスする効果がついてるんだけどさ。勝ち方がいまいち理解できてないんだよ。大したものだ。真実はいつも一つ。ちなみにデッキはこんな感じ。ブーストして進化稼いで、サラーサを起動させるデッキ。あわよくば生き延びた後、3回攻撃でワンパンするというロマンもある。ローエンがいれば可能だね。解放奥義がターン参照じゃなかったらね。そんな感じで動画は終わります。ご視聴ありがとうございました。